はい、あのね、パッと見綺麗よね、パッと見よく見たら、ま、ダメね、やめて目凝らしてみるのね、薄めで見てキッチンの収納を見直そうって去年の暮れに思っとったんやけど、私ほんまに収納が苦手で、もうとにかく自分の視界から不要なものを消したいって癖が治らんから、いろんなところに突っ込んでいくスタイルなのね。うん、調味料の手前が胃薬だから、わかる？使いにくいの、いろいろ。これストック食材置けばね、大半期限切れてましたここはもう即席麺と夜間の部屋と貸しとるので、もうカオスね。これ猫の餌と蚊取り線香とプロテインが共存して、コビキブルーとカルピスとガスボンベの共存ね、とあと洗濯バサミストックね。ごめんなさい、もう冷蔵庫だけはもうモザイクかけちゃおうはい、洗濯バサミの使い道はこれね、これあの、これ封するためのやつね、これ便利ね。もう私このままではもうあかんと思って、こう良さげなアイテムをダイソー版でゲットしてきました。はい、これ丁寧な暮らししてる収納上手な主婦のインスタからパクってきたんやけどあのね、個人的な意見やけどさ、丁寧な暮らしってさ、こう心にこうゆとりがないとできんと思っとるわけよ。気持ち的余裕がないとね。丁寧な暮らしの大前提って物がきちんと収納されとって見た目がすっきりしてるっていうことらしいの、ね、でそれだけでもストレスがなくなるんやって、それだけで意欲がこう湧くと。だから大前提からして私はもう無理なわけやから、こうストレスも溜まって今ね、こう体にブツブツがいっぱいできたんやけど、それはもうミカあれよって言い訳に過ぎねえよとね、自分を戒めて、まあ、その片付けに取り組むわけですよ、今回の私で。まあごめんなさい、ちょいちょいこう猫が邪魔するけど、でもう片割れはね、ビーズクッションと戦ってましたねズボラを長く生きてくるとさ、その気持ち的余裕の作り方っていう概念がないわけよ。それ私もよ、結婚した当初こそよ、こそ砂糖とか塩とか、あのおしゃれな、なんていうん、このシュガーって書いてあるガラスの容器とかに保存したりしてよ、こう見せる収納みたいにしたいなとか、使い道わからんおしゃれな形のマカロニをこう数種類並べたりさ、やりたかったわけよ、そりゃ。お、北欧風なインテリアにしたりとかしてさ、でもある時気づくのよ、あ、なんかそういうのめんどくせえなってあ、はい、完成してますね。これラップ置き？なんだっけ、ラップスタンドか。あのね、これはね、買って正解でした。でした。はい、次これプラ袋立てかけて置けるやつ。これね、あのね、マジごめんなさい、あのもっとでかいサイズ作ってほしい、ごめんなさいね。これね、あのズボラに言われたらダイソーさんも、まあ、たまったもんじゃねえよなって、うるせえよっていうね、言われちゃうね。あのこれ45リットルのプラ袋 M サイズで入るって書いとったんやけど、入んなかった。あの形によっては入りませんって書いてあったんやけど、入んなかったんだわ、私の持ってる45リットルがね。だからごめん、マジでもうちょい縦長のがありゃよかったなっていう意見でした。もう文句言いません、すいません。これだいぶすっきりしたね。あのね、今回このラップ置き場の片付けだけですはい、あの正直言うとこれだけで疲れちゃってね、あのあとまだ何にも手つかずです。というかもうどうしたらいいか分かんないから、こうそもそもね、こうそもそもよ、別に友達呼ぶあれもないし、友達おらんし、人に見せるわけでもなけりゃ、ちょっと自分が使いやすくなる配置っていうだけで、こういうので労力使うってでもなんかなと思ってよ。なあ、あれだろ、黙れって思うだろ、わかる、私もそう思うはい、なんかパッと見あんま変わらんな、なんでやろう。